注目。ゆっくりしていってね。さて、今回はマスコミ問題を扱っていくぜ。ちょっと待って、前回マスコミ問題だったし、今回は私が担当の日韓問題じゃないの？散々私の順番を重要度が高いから、と飛ばしまくっている霊夢がそれを言うか。実際どれも重要度高かったじゃない。今回はマスコミ問題で重要度が高い、やらかし、があったんだぜ。それに先月霊夢が私の番を飛ばしてはぐらかしたこと、忘れてないんだぜ。ち。おい霊夢、お前今、ち。って舌打ちしたよな。何のことかさっぱりわからないわ。幻聴じゃない？いや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 、間違いなく舌打ちしただろ。そんなことより重要度の高いマスコミ問題あるんでしょ？本編はまだなの？おっとそうだったぜ。そんなわけで本編へ行くぜ。それで、重要度の高い内容で、ワクチン関連って何があったの？世間じゃ特に話題になっていないようだけど。それがな、ほとんどの大手メディアが横並びで炎症操作報道をしていて、実態を伝えているメディアが一部の皆者だから、おそらく問題に気づいている人がほとんどいないんだぜ。というと？まあまずは現物を見てもらえばわかるぜ。それじゃあ最初はみんな大好き朝日さんからだぜ。この記事によると、ファイザーが開発したコロナワクチンの容器は、6回分の接種が可能な量が入っているが、そのためには特殊な注射器が必要であり、日本はその特殊な注射器を用意しなかったものだから、5回しか接種できず1回分が無駄になるという内容だな。これ知ってるけど、要するに政府や厚生省がちゃんと専用の注射器を用意できなかったのが原因でしょ？何より欧米は日本より先に接種が始まっていて準備ができていたのに、日本は何の準備もしていなかったってことだから、朝日の報道に問題があるように見えないけど。まあ、そのあたりの真相は後で説明するとして次にこちらの記事を見てほしいぜ。こちらの NHK のニュースの方が朝日さんより詳しいが、この容器の問題で欧米は6回接種することを認めており、日本は特殊な注射器が用意できず1回分が無駄になることから、各国でワクチンが不足する中、欧米に比べて供給されるワクチンを効率的に接種に使えないことに、国際社会から懸念の声が上がることも予想されます、と書いているな。ほら、やっぱり日本より先に接種している欧米より対応がずさんなだけじゃない。これは問題にされて当然よ。まあまあ、そして次のこちらの記事でも。この毎日の記事によると、日本は2020年の夏頃から注射器の確保を進めていたが、2021年の1月になって6回分の容器に対して5回しか採取できず、1回分が無駄になり接種回数が想定していたより減ることが危惧されているという内容だな。去年の夏から準備が進められていたのに、専用の注射器が用意できなかったというのは、政府のコロナ対応の失敗の延長線上に来る問題のようにしか見えないけど、こうした日本メディアの報道を受けてな。韓国三大紙のうちの一つの中央日報が、NHK などの報道を引用して、厚労省は昨年末にファイザーから、一つの容器につき6回の接種を検討している、という連絡を受けても新しい注射器の導入などの措置を取らなかった。と記事にしているぜ。ちなみに、共同と時事も朝日や毎日と同様の論調でこの注射器の件を報じているから、地方紙もほとんどが報じているぜ。要するに、もともと夏から準備していた注射器が使えないと分かっても、厚労省は注射器に問題があることを無視していたということでしょ？これ、お役所仕事の弊害、じゃないの？まあ、韓国メディアが報じるのもある意味仕方がないよな。日本のメディアが、ある重要な情報、を全く伝えないか、分かりにくくして報じていたことが原因なのだし。まさか、また印象操作？これな、意図して印象操作したのかそれとも認知バイアスで先入観ができて、飛ばし、押したのか、そのあたり判別できないんだが。1月の外信ニュースをちゃんとチェックしていれば、この報道が明らかにおかしいことに気づくんだぜ。どういうこと？まずはこの2021年1月20日のロイターの報道を見てほしいんだが。
この記事によるとな、欧州でもフランスやスイスなどが6回ではなく5回の採取で行っていて、欧米では6回接種が許可された、としているけど、実際には特殊な注射器の不足が起きていて、これ2021年1月になっていきなり発生した問題っぽいんだぜ。え、ちょっと待って、日本のメディアの記事とだいぶ印象が変わるんだけど、欧米では6回接種が許可された。って、許可が下りただけで特殊な注射器への対応はできていないってことじゃない？そう、日本の報道ではあたかも日本が対応できていないだけのような印象を受けるが、そもそもこの記事の通りならおそらく対応できている国の方が少ないぜ。さらにな、同じくロイターの2021年1月27日の記事なんだが、スウェーデンが接種可能なのが5回なのか6回なのかわからないとして、ファイザー側がちゃんとした回答を出すまで支払いを保有するという声明を出していて、欧州で6回許可が下りた後も混乱が発生していることがわかるぜ。これどういうこと？ファイザーが注射器の件をちゃんと説明していなかったようにしか見えないのだけど。それなんだが、こういう背景があったことを踏まえた上で、日経と NHK の記事を見ると、その真相がわかるぜ。日経の記事では、日本が確保してきた通常の注射器では6回分に対応できないと分かったのは契約後の1月末だった。と書かれていて、NHK の記事では、ファイザーからは去年12月に6回の接種を検討している、と連絡を受け、先月になって正式に方針を伝えられたということです。と書かれているんだぜ。ちょっと待って、これを読む限り世界中ほとんどの国で6回接種が可能、と分かったのは2020年12月。6回接種には特殊な注射器が必要、と分かったのは2021年1月ってことじゃない。こんなのどう対応しろと？しかもな、この件で日本のメディアで唯一まともな報道をしたフジテレビの記事によると、当初アメリカがファイザーと契約した時には1便から5回という内容だったらしいが、2020年末頃になって糖尿病などに使われる特殊な注射器を使えば針先に残ってしまうワクチンの量を減らすことができ、6回接種できるようになると方針を転換。アメリカ FDA 食品医薬品局は2021年1月、一つの便から接種できる回数を5回から6回に変更することを承認した、と説明されているな。そしてアメリカでは採取の際にまず3回は既存の注射器で行い、残り3回を特殊な注射器で行うとしているが、特殊注射器の総量が少ないのでこれもいずれ在庫がなくなるとしているぜ。ちょっと待って。ほとんどの日本のメディアの報道だと、あたかも日本政府と厚労省の怠慢で起きた不祥事のように書かれているけど、日本より先に接種の始まった欧州のほとんどでも対応ができていなくて、他国に先んじて情報を得ていたアメリカは多少対応しているけど、それもいつまで対応できるかわからないってことじゃない。要するにこれな、世界的なワクチン不足への解決策として、ファイザーが2020年12月に急遽発表したものであって、そもそも日本の1回目接種で対応できるような仕様変更じゃないんだぜ。まず対応する注射器の使用許可と増産から始めないといけないからな。で、それをちゃんと報じたのはフジテレビだけど、その後ちゃんと訂正して実態を報じたところはあるの？ないぜ。各国でワクチンが不足する中、欧米に比べて供給されるワクチンを効率的に接種に使えないことに、国際社会から懸念の声が上がることも予想されます。とか報じていた NHK も訂正なしだぜ。うわぁ？それでな、いろいろとこの件の続報を追い続けたんだが、2021年2月9日から10日頃に注射器をめぐる政府批判報道が繰り返されたが、その後批判自体がピタッと止まって何事もなかったかのようなコロナ関連報道が続いているぜ。それがどう重要なの？このことからわかるのは、おそらく各社ともろくに取材もせずに政府の失敗に飛びついたが、後から実態に気がついてなかったことにした、というシナリオが有力ってことだぜ。それが事実なら、マスコミ各社は一般人以下の裏取りしかせず記事を書いていたってことになるわよ。そういうことになるな。そしてなんでこんなお粗末なことになるかといえば、すべては業界に全く自浄作用がないことが最大の原因なんだぜ。というと？
マスコミ不信ってだいぶ前から話題になっていて、マスコミ業界も明らかにそれを意識しているんだが、問題意識が明後日の方向に向かっているんだぜ。例えばこれを見てくれ。例えばこの記事では、マスコミは偏っているという批判に対して、ファクト、事実とオピニオン、意見の混同を批判側がしているとして、虚偽報道をしているわけでもないのに偏っていると批判される場合が多く見られるとしているぜ。そして全く同じ内容をイスラエルよりの人とパレスチナよりの人に見せて、その反応を調べた事例を引用して、イスラエル人が見たらパレスチナよりと多くの人が回答し、パレスチナ人に見せたらイスラエルよりと回答したという事例を引用しているな。ちょっと待って、確かにそういう事例もあるけど、今回の件は明らかにオピニオンじゃなくてファクトの方よね。ファイザーワクチンをめぐる報道の実態についてなのだし。そう、実際問題、ファクト、客観的事例を批判されている事例が多数あるのに、オピニオン、主観的事例の問題がマスコミ不信の主体であるかのように印象操作しているんだぜ。問題を直視する意思がないようにしか見えないわね。さらにこちらの事例では、テレビ番組を直感的、生理的、部分的、感情移入、発散で受け取る視聴者が増え、その原因にはそういう見方を促進してきた制作側の責任もあるとしており、メディア不信にもその影響があるので、いわゆる番組制作で裏取りを行うリサーチャーの存在が重要としているぜ。これもおかしいわね。そもそも番組制作にリサーチャーという存在がいるのなら、それこそ今回紹介したような事例ではちゃんと裏取りをしていないのはおかしいし、間違っていたのならちゃんと訂正しないといけないし。それもそうなんだが、この記事の重要な点はな、マスコミ不信の原因は視聴者の側のスタンスの問題ということに結論が行き着いていることだぜ。ああ、そういうこと。つまりどっちの事例でも、マスコミ不信の原因を視聴者、読者の問題にすり替えてしまっているわけだ。確かに、こんなことをしていたらいつまで経っても今回のような報道はなくならないわね。どんなに批判されても最終的な原因を読者や視聴者に転嫁できるのだし。そういうことだぜ。そしてそういう認識だから、今回みたいなひどい風評被害をばらまいても問題をなかったことにできてしまうわけだ。なるほどね。マスコミはマスコミ不信をイデオロギーや心象の問題にしているが、実際のマスコミ不信の主要な原因は、今回紹介したようなデマや印象操作を報じて放置という事例が多数あることなんだぜ。確かに、今回の件も含めてマスコミはコロナ関連でかなりの数のデマや風評被害を起こしているけど、一切何の責任も取らないどころか、問題の存在自体を認めていない場合がほとんどだしね。そうだぜ。そしてこのマスコミ問題シリーズでも、そういう事例を多数紹介しているように、昔からずっとこのありさまなんだぜ。だから信用を失うわけだ。でもマスコミ側はマスコミ不信の原因を視聴者、読者の側に求めるから、いつまでも原因がなくならずさらに不信が大きくなっていくと。そういうことだぜ。そしてその最たるものとして過去何度か言及しているが、2019年7月に朝日新聞が、韓国政府が行った自国メディアへの弾圧行為を肯定し、片棒を担ぐような記事を書いたにもかかわらず、他のマスコミが一切批判しなかった事例のようなことになるわけだ。確かに、あれは日本のマスコミ業界の自浄作用のなさを最もよく表した事例よね。そういうことだぜ。そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は長くなりすぎておまけをやると15分すぎるので、おまけはないよ。一つだけ、去年皆さんからアドバイスいただいたモニターの件、年始に映像の27インチを買いました。アドバイスありがとうございました。また来週。